はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の虹の色とお星様のスタジオライブバージョンについてですね。作詞は遠藤さん、作曲は神保さんとなっていますね。今回もあずきお姉さんとまことお兄さんは登場していません。そして腰をかけたまま歌うバージョンになっていますね。動きは少ないですが、歌い上げてとてもかっこよく歌えていますよね。そしてこの歌から衣装も変わっていてとても綺麗ですよね。いろんな衣装を着てやってもらえるので、見る側もとても見応えがあると思いますよね。はい、今日はお母さんと一緒の虹の色とお星様のスタジオライブバージョンについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。